それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表事項は1件、この夏の節電対策についてです。それでは知事お願いいたします。お手元に、コメントは入ってるんですか、ね、入ってますか。これを読み上げるわけでありますが、先月の18日、国は、この夏の電力需給対策を決定をいたしまして、東京電力管内には7月2日から9月28日までの平日9時から20時において数値目標を伴わない節電が要請されたところであります。今回数値目標が示されなかったのは、電力需要のピーク時でも 4.5% の供給予備率が見込めるためでありますけれども、この需要からは国民や企業に定着している節電効果610万キロワットがあらかじめ除かれております。この数値は一昨年夏のピーク時需要5999万キロワットのおよそ 10% にあたり、東電管内ではその分の節電は最低限求められるわけであります。ちょっと分かりにくいんですけれどもですね、東電管内については、東電については 4.5% 供給の余裕があるということからですね、数値目標は伴わない、節電をしてくれというふうに要請があるわけですけれども、ただその 4.5% の余裕があるとは言ってもですね、その計算の上においてですね、昨年のこう何て言うんでしょうかね、節電、ある一定の節電分はですね除かれてるんですね。ちょうどそれが大体 10% なんですけれども、それは行われるという前提で 4.5% の余裕があると、こういう意味なんですね。したがって県としては、県民の皆様に節電の目標値はお示ししませんけれども、無理なく効果的な節電はしっかりと行っていかなければならないと考えております。それには県民、事業者、行政が一体となった取り組みが必要でありますので、今年度も山梨節電県民運動として節電を進めることといたしました。特に今回は2度目の節電の夏となり、節電疲れや節電慣れといったこともあろうかと思います。このため県からの情報提供だけではなく、新たに県民からの節電アイデアの募集や地域へのエコティーチャーの優先的派遣を行うなど、県民の節電への取り組みにきめ細かく対応していく考えであります。県民への周知にあたりましては、過度の節電により熱中症など健康被害が発生することのないよう、日常生活に無理のない範囲で節電にご協力をお願いすることとしております。また県内の各業界や関係機関、団体等に対しましても、山梨節電県民運動の周知を図り、節電について協力を要請するとともに、国や東京電力とも連携をし、適宜適切に情報を提供していきたいと考えております。さらに県庁舎及び県管理施設等におきましても、来庁舎の利便性を確保するとともに、職員の勤務環境への影響を考慮する中で、これまでも継続して取り組んできた照明の節電などに加え、空調設定温度28度 C の徹底など、さまざまな取り組みにより平成22年夏の使用最大電力の 15% 削減を目指して、この夏の節電に率先して取り組んでまいります。庁内の推進体制については、山梨節電県民運動を全庁を挙げて推進するため、節電対策庁内連絡会議を設置し、情報の共有化を図りながら、この夏の節電対策に取り組むとともに、広く県民や関係機関等に対し協力を呼びかけてまいります。なお、急激な気温上昇等により国から電力需給逼迫警報が発出された場合には、この会議を通じて必要な対策を全庁に周知し実施してまいります。ということであります。繰り返しになりますけれども、東電管内については 4.5% という余裕があると、したがって節電目標というものはですね定めない、しかしながら 4.5% というのはですね、10%、 おととしに対して 10% 節電が行われるということを前提として、その上で 4.5% 余裕がこう言ってるわけでありますから、もう節電をしなくていいってことじゃなくてですね、10% の節電はやっぱり、実現しなければ困るわけで、数値目標は作りませんけれども、県民の皆さん、企業の皆さんにはですね、引き続き節電の努力をお願いをしたい、そのために県民運動を推進するということであります。
県庁の建物等については、まあ、昨年は 20% という目標でありましたけれども、今年は 15% という目標数値を定めて、設営を率先的に進めていきたいということでございます。知事からの発表が終わりました。この件に関しましてご質問を受けしたいと思います。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。すみません、はい、朝日新聞渡辺と言います。今知事がおっしゃった、20% の節電ということを、去年やられて、今回 15% という、そこの違いをちょっとご説明いただけますか。まあ、昨年はですね、これは国の方から非常に強い節電要請があったわけですね。昨年は、国の要請というのは、昨年は 15% か、 15% 節電をしてくれと、昨年は、東京電力の管内では大幅な需給が、まあ、生ずるんじゃないかと心配されたものですから、国からは15% という節電目標がですね、要請されたわけですね。で、県としては、まあ、同時に夏の間には、電力、大口の需要化に対しては、電気事業法に基づく電力使用制限令と、まあ、いうようなものがですね、課されたわけですね。まあ、そういう中で、県としては、県の施設については、この国の目標である 15% を上回るですね、20% という目標を決めて、節電を実施したというわけであります。まあ、今年の場合には東京電力については供給に多少余裕があるということもあるから、目標数値は定めませんと。しかし、まあ、節電は引き続きやってください、こういうお話でありますからですね、今回は、20% ということではなくてですね、 15% ということにしたわけであります。その 15% の根拠というのは、さっきも申しましたように、国の方は積算上おととしに比べて 10% の節電が行われるということを、ね、当然の前提としているということがあります。で 10% でプラスして、まあ、県としてのプラスアルファのですね、上乗せの努力も 5% ということにしまして、15% の目標を設定したということであります。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。内容ですので、すみません、時事通信の時代です。ちょっと一つ伺いたいんですけど、この県民からの節電のアイデア募集というものなんですけども、まあ、これ具体的にどういった形で募集する予定なんでしょうか。ホームページ、あるいは紙媒体でも結構でございますけれども、県民の皆さんの中からアイデアをいただく。でその中から、まあ、山梨ならではあるいはとっておきといったようなものはたくさん出てくると思いますので、それをさらにホームページ上などを通じて県民の皆様にお知らせをしていくというようなことをしていきたいというふうに思っております。それはいつから始めるのと、まあ、その出てきたものはその県庁でも実施することになるのか、それはただ紹介するだけなのか。まずいつからということがありますけれども、徐々にですね、この県民運動が盛り上がっていくようにということで、6月20日にリリースをさせていただきたいと思っております。まあ、6月20日から、まあ、大きく付けをするということでございます。それと合わせまして、今のアイデアを県庁でも利用かということでございますが、まあ、主に、まあ、県民の皆さんがご家庭で取り組むような内容をイメージしてございます。ただその中で、まあ、県が使ってもこれはいいなと思うものがあればですね、できるだけそういったものを活用していくというふうなことを、まあ、検討していきたいと考えております。よろしいですか。はい、はい、その他ございませんか。よろしいでしょうか。はい、それでは発表事項に関しましては以上で、終わっていただきます。発表事項以外のご質問をお受けしたいと思います。何かございませんでしょうか。はい、すみません、先日ですね、野田内閣の改造が行われたんですけども、まあ、新聞紙メディア報道でもそうですけども、まあ、一番注目されているのは防衛大臣の
民間人企業だとは思うんですけども、まあ、その改造内閣の顔ぶれを見られたご感想と、まあ、その防衛大臣に民間人をつけるということに関するご所見を伺えると思います。まずあの顔ぶれですけどもですね、まあ、私これは個人的なあの、まあ、感想というかことでありますけれども、あの法務大臣だった宅誠さんとですね、それから金融担当大臣だったあの松下忠宏さん、まあ、これは長年の友人でありましてですね、平成5年に私が、まあ、衆議院議員になった時に松下さんも同期であり、滝さんはその後平成8年でありますが、まあ、いずれもあの小渕派といわれた平成研究会に所属してですね、まあ、一緒に、政治活動をした仲であります、まあ、年齢的にも大体同じ年齢ということでですね、まあ、親しいあの友人であります、まあ、彼らはいずれ も, あのも平成17年のですね、郵政、国会郵政解散でですね、あの当時の郵政民営化に反対をいたしましてですね、反旗を翻した、まあ、結果として資格を立てられてですね、自民党を、まあ、離党をして、まあ、腐敗を舐めたんですね、滝さんの場合は比例代表で上がりましたけどね、まあ、その後 お二人とも国民新党とかあるいは新党日本というのがですね、まあ、そういうところを経て、滝さんは民主党に入った、松下さんは国民新党のというわけですが、まあ、大変に苦労をしながらですね、今日に至っているわけです。まあ、いずれもそういう何ていうか恍惚の人であってですね、自分の信念を貫こうという人間であってですね、大変に、まあ、役人出身ではありますけれども、大変にこう役人離れした政治的なセンスも持っている度胸がある、まあ、そういう人間らしでしてですね、まあ、非常に苦労をしてきたわけですが、まあ、ここで、大臣ということになったということは、まあ、野田総理からあの彼らのそういう、実績というのが評価されたたまものだろうと思っておりましてですね、まあ、彼らの長年の苦労が報われたということで友人として嬉しく思っているところです。あと、まあ、森本さんについてはあの、まあ、面識はありませんけれども、まあ、あのもちろん我が国では、防衛問題の第一人者としてですね、高い見識を持ったかなというふうに思っております。まあ、この方もこうなんていうか物の考え方がぶれない、自分の考え方を非常にしっかり持った方でありますから、まあ多少やはり民主党の考え方と少し違うところがあるんじゃないかなと、まあ、いうことがですね、まあ、内閣にあって党との調整というようなことにですね、ご苦労されるんじゃないかなということが一つ心配されること、それからまあ民間人だからあの、まあ、自衛隊の文民統制という意味でどうかという議論がありますけど、それは私は別に問題ないんじゃないかなというふうに思いますですね。あの自衛隊の最高司令官が内閣総理大臣である、したがって、防衛大臣というのは最高司令官を補佐する立場にあるわけですからね、あの民間人であってもですね、いいじゃないかと思います。防衛大臣だけがですね、民間人であっちゃならんというのはないわけで、それ以外過去、外務大臣だってですね、経済産業大臣だって民間人であったことがあるわけで、防衛大臣の方は、必ず政治家でなきゃならん、外務大臣は民間人でもいいなんてことはないんであってですね、それは別に問題ないんじゃないかと、まあ、いうふうに思います。まあ、あの内閣改造があったわけでありますけれども、まあ、これは、野田さん の何としてもこれはあの消費税を税と社会保障の一体改革を実践するために、野党とですね、協議をして進めていくという姿勢を示したものであってですね、まあ、そういうそれもぶれない姿勢というものに対しては評価をしたいと思います。はい、その他ございますでしょうか。はい、読売の池田と申します。野田首相はそれであの内閣改造してですね、消費税率の引き上げ関連法案を、まあ、今回の会期末
21日ですか、まあ、どうなるかちょっとまだ見通しておきませんけれども、それに関連して、まあ、自治体の財政にも関係のあることですので、消費税率の引き上げについて、まあ、知事のご所見伺えたと思います。そうですね、まあ、これはこの記者会見の場でも過去は何回かご質問を受けてお答えしていることでありますけれども、まあ、私としてはこれはもうぜひ進めるべきだと、まあ、国民の批判はあるけどもですね、長い目で見れば何としてもやらなければならないことだと思っております。まあ、よく言われていることでありますけれども、高齢化の進展に伴って、社会保障費はですね、毎年1兆円ずつ増えていかざるを得ない、まあ、加えて少子化の中でですね、子育て支援というようなこともこれから力を入れていかなければならないし、それから高齢化の中でやはり医療というものがですね、大事で、これを充実していかなければならないということがある。さらには基礎年金について、国庫負担率を上げたんですね。3分の1から2分の1なら21年でしたからね。で、上げたけど財源手当がなされちゃいないということですからですね、これはやっぱりきちっと財源手当をしていかなければならないということがあります。まあ、そういう財政需要が増大をしている、しかしながら税収は増えない、結果的に歳出でのうち、税で賄われているのは半分だということですからね。まあ、家計で言えばなんですよね、ご主人の給料の倍のお金をですね、借金で、手当をして使っているということですから、まあ、これは成り立つわけではないわけであって、現在900兆円という借金が累積をしている。まあ、これは先進国といわれる、OECDの中では、まあ、圧倒的な大きな数字である。何か手当てをしていかなければいけないことはこの言うまでもないことであります。まあ、そして消費税の税率も、これはご案内のようにもう EU はみんな 20%、 北欧に至っては 25% の国もある中でありますし、隣の韓国も 10%、中国も 17% と、まあ、いうことです。 5% というのは日本と台湾とあとマレーシアかなんかですね、 5% ですけれども、まあ、世界的に見ても5% という国は極めて少ないという状況であります。そういうことから、まあ、消費税の引き上げというのは、まあ、ぜひ国民の理解をいただきながら進めていかざるを得ないというふうに思っております。まあ、しかしよく言われるように、まあ、その前提としてこれは行政改革ですね、認証ともにきちっとやって、まずその痛みをですね、負っていると、行政や政治が痛みを負っているということを国民の皆さんに示すことは大変大事なことであります。まあ、県もそういうことで、定員の削減をしたり、あるいは国債累積残高の削減をしたりですね、していきます。まあ、国の方もぜひ引き続きですね、行政改革努力は進めていかなければならないと思います。まあ、同時にやはり経済が好転をすることが大変大事でありますから、まあ、成長戦略っていうことをですね、しっかりと打ち出していくということは大事だというふうに思っておりました。まあ、そういうことは、まあ、全国知事会でもですね、国に対して強く要請をしているところです。はい、その他ございますでしょうか。はい、テレビ朝日斉藤です。記者の昨日厚生労働省が人口動態統計を公表したんですが、この中で女性が1人が生涯出産をするであろう、子どもの数というものが示されていまして、全国はおととしに比べて 1.39 ということで横ばいだったそうです。対する本県は、1.46 から下がりまして 1.41 に下がったそうです。これについてどのように受け止めていらっしゃるのかと、もし課題として考えていることがあるようでしたらお聞かせ願いたいと思います。まあ、この合計特殊出生率ってやつですよね、生涯の間に女性が何人子供を産むかという数字でありますけれども、まあ、ここ4、5年全国的にこう上がりだしたんですね。これはまあ大変にいい傾向であります。まあ、山梨県の場合にもですね、まあ、山梨県の場合は平成21年が 1.31 というのが、そこであったわけでありますが、
22年には 1.46 とかなり上回り上がったわけですね。まあ、しかし23年度おっしゃるように 1.41 と、まあ、ちょっと下がったということであります。まあ、しかしまあこれは年々のこの数字そのものがですね、なぜ上がったり下がったりっていうのは、まあ、いろんなその年の事情があるわけでしょうから、あまり深く追求しても仕方がないわけです。全体として上がり基調にある、まあ、これは全国各県ともそうですし、山梨もまた上がり基調にあると、まあ、いうことは確かにありますから、まあ、これを着実にですね育て上げて、この合計特殊出生率が段階的に上がっていくようにですね、政策的な努力をしていくと、まあ、いうことが大事だというふうに思っております。よろしいですか。はい、その他はございますでしょうか。はい、YBS 鈴木です。いくつかあるんですが、まず県内非常に振り込め詐欺がですね、まあ、後を絶たないという中で、市町村によっては防災無線で呼びかけるなど、まあ、即時的な効果を求めて対応されているところもあるようですが、県としてこの事態についてどういうような、まあ、将来的長いスパンのものというのは当然今もされているところですけれども、何か緊急的にといいましょうか、対応をお考えになるようであればちょっとお伺いしたいんですが、まあ、やはり第一次的には警察の方がですね、まあ、大変一生懸命努力をしていただいているというふうに思っております。まあ、しかしそうは言っても県も対策を取っていかなければならないと、まあ、いうことはおっしゃる通りでありますが、まあ、やっぱり広報が大事でありますのでですね、できるだけお年寄りにこういうことがあるんだよと、まあ、いうことを知ってもらうことが大事でありますから、まあ、暮らしの情報などというですね、県の広報番組がございますけれども、まあ、そういう場で、再三、注意喚起を、まあ、行っていくと、まあ、いうことであります。同時に、今年度は、まあ、お年寄りに接する機会の多い、例えばホームヘルパーさんとかですね、あるいはケアマネージャーさんとか、まあ、そういう方々にですね、見守りガイドブックっていうのを作りましてですね、まあ、その中で振り込め詐欺っていうのがのことについてもできるだけ細かくですね書いて、それをこのケアマネージャーとかホームヘルパーさんにお配りをしてですね、まあ、ぜひお年寄りと接するときにはですね、まあそういう振り込め詐欺の被害に遭っている兆候がないかどうか、まあ、その辺をしっかりとチェックをするようなですねお願いをしていきたいと、まあ、いうふうに思っているところです。まあ、当面のところはそんな施策をですね進めることにしております。続きまして話に変わるんですけれども、生活保護の関係なんですけれども、まあ、先週もお伺いした中で改めてですね、まあ、端を越して見直しっていうところに、まあ、強く求める声もあるんですけれども、まあ、これ市町村対応の部分もあるんですが、見解を改めてちょっとお伺いしたいんですが、まあ、生活保護制度がですね、現在もう210万人ですか、受給者が、そして、お金は、国と地方を合わせて、3兆7000億円ですかね、まあ、これはしかも急速に増加をしているということですから、これ放置することができないことが当然のことであって、まあ、国の方では小宮山厚生大臣が、厚生労働大臣が秋をめどにですね、改善策をまとめると言っておりますので、県としてもその結果を期待をしているところであります。まあ、具体的なこのこととして、まあ、やはり生活保護基準がいいのかどうなのか、例えば場合によってはそのあれですよね、最低賃金水準よりもですね高い、額に生活保護額がなるというようなことがいいのかどうなのかですね、その生活保護を認定する基準みたいなものは見直すことが一つ必要じゃないかと、まあ、しかしやっぱり最後のやっぱりこうセーフティーネットですからですね、これはやっぱり本当に困った他に道のない人に対してはしっかりと手当てをしないと思うんですから、ただただ額を下げればいいというのではないと思いますけれども、まあ、やっぱり本当に困ったそれ以外に道がないという人にきちっと必要な額がいくようにですね、生活保護基準はやっぱり見直していくことが必要じゃないか、それからやっぱりその調査とかいうようなことについては、まあ、どうしてもやっぱりケースワーカーがおられるわけでありますけれども、
なかなか足りないと、特に大都市では人が足りないがためにですね、なかなかやっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、見落としてしまってですね、本来自給すべきでない人が自給したりとか、まあ、いろんなことがあるというわけですから、まあ、そういうケースワーカーを数を増やすとか、まあ、いうようなこともですね、当然必要になるんじゃないかというふうに思います。まあ、そういうことも含めて、見直し対策を秋までに取ると言っておりますのでですね、県としては、まあ、それを待っていると、それを受けて県としても対策を取っていきたいというふうに思っております。はい、よろしいでしょうか。最後にもう一問、すいません、先日秋の処分場のことなんですが、先日今朝出まして、補填を除けば赤字というような、まあ、事業計画、はい、まあ、そういった、まあ、想定されている部分だとは思われるんですが、まあ、今後のですね、まあ、まだ住民反発も強い中で、今後どういうふうに改善を具体的にしていくべきか、であとその地元との折り合いをどうつけていくのか、また地元との間では損害賠償なんていうこともありますけれども、まあ、その辺、まあ、時期も経過してますし、どのようにお考えなのか、お伺いしたいんですが。おっしゃるように、23年度の決算が、まあ、この間出たわけであります。まあ、経営収支は黒字ですけれども、その内容はおっしゃったように、経営支援補助金というですね、県の補助金が入っているから、黒くなっている。まあ、それがなければこれは大幅な赤字になるというのは、去年の場合にはああいう漏水検知システムの異常問題があってですね、まあ、ほとんど廃棄物の搬入ができなくて、したがって収入がなかったんですけどですね、大幅な赤字になっているから、今年度に入りましてからはですね、まあ、3月からは極めて順調に、廃棄物の搬入が行われておりまして、大体1日平均、70万トンということですから、漏水検知システムの異常問題がある前が大体73万トンぐらいの水準ですのでですね、大体同じぐらいの水準まで、回復をして、毎日順調に、入っているという状況であります。まあ、なお反対の方がおられてですね、まあ、反対運動しておられるわけでありますけれども、まあ粘り強く説得をしながらですね、この廃棄物がスムースに搬入をされて、明野の産廃処分場が有効に活用されるようにですね、これからも努力をしていきたいと思います。同時に、まあ、いろんなコストダウン対策というものはですね、昨年の2月に改革プランというのを作ったんですね。それでいろんなコストダウン施策もその中に入っておりますから、まあ、そういうものはしっかりと実施をしていきたいというふうに思っております。なお損害賠償というお話、昨年の12月からですね、搬入をしようと思ったところが、反対派の一部の住民の方が、実力でというか、まあ、妨害をして、搬入ができなかった。そのために環境整備事業に損害が生じている。まあ、その損害というのは結局は最終的には県民負担になるものですから、県民のに損害が生じているということであります。したがってこれについては当然理屈としては、まあ、損害賠償請求をすべきものである、かつ仮処分、申請をして、まあ、仮処分決定で妨害をするなという仮処分決定が裁判所に出されましたが、その仮処分決定の中にも裁判所は明確に、この反対派の皆さんの妨害によって環境整備事業団に損失が生じていると、まあ、いうことをはっきり認定しておりますからですね、まあ、これはもう裁判所は損害、反対派の皆さんのそういう妨害によって損害が生じていることを認定しているわけですから、まあ、損害賠償請求ということになるわけでありまして、まあ、現在その準備をですね、しているところであります。まあ、ただ、まあ、具体にその裁判を提起するかどうか、またいつの時期にやるのか、まあ、そういうことについてはですね、もう少し状況を見ながらですね、判断をしていきたいというふうに思っています。はい、その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
内容ですので、以上をもちまして会見を終了させていただきます。ありがとうございました。